ちゃんでーす。はい、ってことで今日はタピオカをいただきたいと思いまーす。いやーね、タピオカ好きなんよね。ですね、もう茶番は置いといて、今日の動画はですね、初めてのレビュー動画になります。イエーイ。さっきお見せいたしましたのはこちら。こちらはですね、エチュードハウスのバブルティーナイトパックでございます。すごくない？これめっちゃ可愛いよな。で、これナイトパックなんで、これをして寝るらしいんですよ。で、こちらはですね、一応3種類あって、ミルクティー、緑茶、ストロベリーで、私はちょっと可愛いからストロベリーを買いました。こちらがですね、1458円でした。でもなんか30回分一応あるみたいなんで、まあまあまあコスパ的にはまあまあまあかなって思います。で、さっき中身開けたんですけど、ほんとドロドロプルプルのパックでございます。で、この中にこんな感じでタピオカが入ってるんですけど、これを一粒と、あとこの中のジェルを混ぜて使うみたいなんですね。まあね、説明してるだけじゃあれなんで、早速やっていきたいと思います。それではレッツラータピオカ。この前すぎ。はい、ってことでですね、久々のスーティングでございます。はい、ってことでですね、もうじゃあ早速やっていきたいと思います。まずはですね、こちら、まあ普通に開けて、うん、めっちゃいちごやわ。まず、このね、ちょっと、まあジェルと一緒やけど、タピオカを取り出します。はい、これ一つ取り出したら、上に乗っけて、このタピオカを、この付属のスパチュラで潰すみたい。ちょっと待って、タピオカ動いて潰せないけど。あ、潰れた潰れた潰れた。で、これを、手で、こうやってまんべんなく混ぜていく。やって、ほい、こんな感じで混ぜたら、あとは手のひらにこう広げていきます。私はぬるませるように思い切って手全体にのせたんだけど、ほんまうまく混ぜれる人は全然手の中であれしたらいいと思うんですけど、私は混ぜにくかったんで、結構手全体に伸ばしてこんな感じで混ぜていきます。で、この肌になじませながら20分間こうね、マッサージしていきます。なんかやっぱり塗った後もいちごの匂いがすごい。なんかナイトパックやから、結構なんていうの、寝ながらつけなあかんから、結構なんかベタベタしてたら嫌やなと思ったんですけど、割としっとりしてる。マッサージしながら20分待ちたいと思います。はい、ということでですね、これで塗り終わったので、明日の朝まで待ちたいと思います。それではおやすみなさーい。はい、おはようございます。カメラで撮ろうと思ったらカメラの充電がなかったので、今 iPhone で撮っております。なんかね、起きた感じの肌の感じはもう完全に密着してる感じでございます。全然なんか残ってる感じもないです。それでは落としていきたいと思います。はい、ってことですね、洗い流してまいりました。なんか洗い流した感じは結構もちもちしてる感じで、ほんとめっちゃしっとりしてる感じがします。でもなんかやっぱりちょっと上から化粧水とか、まあ、乳液とかしっかり塗らないと、乾燥はちょっとやっぱ気になるかなっていう感じでした。でもめっちゃ可愛いし、なんか本当に寝てる間はすっごいプルプルしてるから、本当皆様もよかったらぜひ買ってみてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よかったらお願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。